こんにちは、中崎 TV です。今日もご視聴ありがとうございます。ということで、皆さん申し訳ございません。前回の投稿からですね、半年が経ってしまいました。長崎何してたかと言いますと、去年の9月末にコロナに感染してしまいまして、回復した後後遺症がひどくてですね、1ヶ月間会社を休んだりとか、その後もちょっと酔いやすいというか、こう画面編集したら酔っちゃうとか、この携帯のスクロールで酔っちゃうとか、画面とか動いてるものに集中するとちょっと気持ち悪くなってしまうっていう、ちょっと謎の後遺症がずっと残ってまして、やっと編集できるくらいまで回復しましたので、ちょっとここで復活したいと思います。本当に皆さん、お待たせしました。申し訳ございませんでした。ということでですね、今回復活会ということで、ちょっと中作 TV から2点お知らせがございますので、もう 1,2 分程度お付き合いいただけたらなと思います。中作 TV、はい。で、お知らせの1点目なんですけれども、中崎 TV 不定期投稿とさせていただいておりましたが、今回ですね、定期投稿に戻したいと思います。投稿日なんですけれども、毎週木曜日の19時15分ですね、日本時間の19時15分に、投稿したいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。で、もう1点ですね、中作ラジオの方も復活したいと思います。はい。で、実はですね、このポッドキャストの方は中作ラジオとサクとオッチョの時差トークという2つの番組で、並行してやってたんですけれども、その内容的に住み分けができてなかったというか、同じようなコンテンツを送ってしまってたので、今回ちょっと2つの番組を1つにして、天の声としてオッチョを、お呼びして、中作ラジオを月に2回程度こちらも配信していきたいと思います。 YouTube ではこの収録している様子を動画で撮って、それを編集してアップロードしたいと思います。はい。で、ポッドキャストではその音源を、各種ポッドキャストアプリですね、 Apple Podcast だったりとか Spotify などにアップロードしたいと思いますので、ぜひ、通勤通学だったりとか料理中だったりとか楽しめるようなコンテンツにしたいと思いますので、こちらもよろしくお願いします。中作 TV。 はい。で、中作 TV もですね、ありがたいことに、750人の方から、チャンネル登録していただいて、目標の1000人まであともう一息のところまで、やってまいりました。コロナから完全復活して頑張っていきたいと思いますので、今後とも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。また次回、日本時間19時15分木曜日の19時15分に、アップロードしますので、お楽しみに。それでは、アウフウィダゼン。